僕の動画へようこそ。ラバーダックです。今回は前回の廃墟を市民の憩いの場として再開発します。かつての面影を残しつつ開発する欲張りなプランは果たしてうまくいくでしょうか。まず工事機材を撤去します。全部撤去すると殺風景なので、開発するところだけ順番に撤去します。スポーツ用品ブランドのお店を置きます。コンテナでできているのが面白いところです。歩道橋を設置します。コンテナのオブジェクトを置きましょう。意味はわかりませんが、アートってそういうものです。スポーツといえばバスケットでもないですが、狭い土地でできるのでここに置きます。セレブが来るかもしれないのでヘリポートを用意します。パイロットの腕が試されそうですね。歩道周辺を装飾しましょう。第1回目以来のテトラポッドをおしゃれに設置します。おしゃれとは主観的なものです。海岸らしく護岸整備をしましょう。1区画目が完成しました。さて次の区画に行きましょう。同じように整備していきます。船を間近で見れるような歩道を設置しましょう。船は老朽化が激しいので乗ることはできません。ここでも護岸工事は忘れません。ここに住宅を設置し、法外な値段で売り出します。しかし残念ですが、この家を買っても船を見ることはできません。次の区画ですが、ここは人々の憩いの場としてふさわしいものを設置します。砂利を敷き、その上からサラサラな砂を敷きます。町で収穫されたとされる野菜などを売り出す市場を設置します。ただしこの町で畑を見かけたことは一度もありません。誰かが浮き輪を置いていったようですが、水に入ったきり戻ってこなかったようです。足漕ぎボートを置きます。カップル用なので一人で漕いではいけません。船が浮かんでいる水は循環しておらず汚いので、シャワーを設置します。ビーチチェアやパラソルを置きます。必ず2人以上で使うことが想定されているのが悲しいですね。
を着替えるための更衣室やカフェの入った建物を置きます。ヤシの木で雰囲気を出します。たくさんあるとそれっぽいです。多すぎたので他の木も植えてバランスを取ります。次の区画を整備します。ビーチまで徒歩1分という好立地に高級賃貸住宅を乱立させましょう。税収の増加が期待できます。おしゃれなカフェを設置しましょう。レイバーもかけてコーヒーを飲むような人にぴったりの場所です。最後の区画です。アップルストアを仮置きしていましたが、自然あふれる空間と調和が取れていないので壊して住宅を置きます。ただしここから見えるのはビーチに設置された市場のバックヤードでタバコを吸う人たちの姿だけです。さあ、完成しました。船が朽ち果てていくのを楽しむ残酷な市民にはお気に入りの場所になることでしょう。ただし、一個一個の区画に個性を持たせてしまったため、全体的なまとまりに欠けているので、そこは反省すべき点です。ただ水に囲まれていながらもビーチが一つもないこの町に待望のビーチができたのは喜ばしいことでしょう。ラバダックでした。またお会いしましょう。バイバイ。